あとですね、前回やりました、シグマの、24mm28 の FD マウントレンズ、一応組み上がりました。もう、グダグダ、ウダウダで最悪というクレームもつきました。前回でしたが、やっぱりですね、指サックをしてこうレンズをつけると、この指サックの方に、薬品に強くないとですね、逆にこう指サックの跡が残っちゃったりなんかして、もう一回全部バラして清掃しました。で、僕はもう素手でレンズを触ってですね、後から拭きゃいいやっていう考え方なので、やっぱそれが一番、手に乗っけてこうやってやって、はまったら拭くっていうのがいいんじゃないかなと。まあ、それでカビの跡はしょうがないけども、カビそのものは落とせました。で、あとですね、この、なんて言うんだろう、この飾りのこのリングを、まずゴムで外す。で、中のビス3本抜くと、このフィルターの止めてるネジが外れる。そうすると、このヘリコイドの、ビスが3本見えるんですが、これを緩めたんですけども、これやっぱり緩めちゃうと無限が狂っちゃうので、結局無限合わせをする羽目になりました。ニコンの50の一眼なんかもそうなんですが、ヘリコイドを止めるのに板バネで押さえてて、それを緩めと、動くようになって、無限を出したらギュッと締めるみたいな、そういうネジなので、まあ、弾を拭くだけだったらあそこを外さないでも、できましたので、まあ、ヘリコイドのグリス入れ替えるとかなんかっていうと、あそこ外さないといけないんですが、だから、例えばニコンの古いレンズなんかはヘリコイドグリス入れ替えるだけなら無限の調整しなくても元通り組み立てれば無限出るんですが、これは、元通り組み立てても無限の調整はしないといけない、レンズでした。まあでもですね、一応これで、まあ、そこそこ綺麗になってですね、絞りとかは生きていたので、実際に、使ってみましたが、マウントアダプターなんかをつけたりなんかしてですね、デジカメで撮ったりしてみたんですけど、まあまあ、当時の性能でですね、まあ、画面の中心は割とピシッとピンとくるんですけど、周辺はやっぱりちょっと流れ気味で、もう近接になると本当に真ん中だけみたいなですね、まあ、描写でした。まあ、最近のズームレンズの方がよっぽど画質がいい と言えるのではないかと思いますが、まあ、それにしてもですね、まあ、この軽さと近接の能力っていうのは、面白いかなと、思います。まあ、一応ご報告まで。